皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、Amazon ブラックフライデーが始まるということで、最近気になってたコスメをレビューしていきたいと思います。今回は香水縛りなんですけど、結構最近話題になってたアイテムだったり、私もコメントで使ったことありますかって聞かれるアイテムが割と入れられたかなと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それではまず一つ目の商品、ワンバイ香水のダブルブラックウォッシャーです。皆さんこれご存知でしょうか。洗顔にもなるし、パック洗顔にもなる直塗り洗顔です。まずね、これ中身お見せすると、飲むゼリーみたいな口になってて、すごいですよ。こんな風にコンクリートみたいな、すごい色をしてるんですけれども、適度にこう硬さのあるようなテクスチャをしています。柔らかすぎなくて、こう垂れたりとかしないです。こちらが炭と3種類のクレイ配合されていて、過剰な皮脂を吸着してくすみケアだったりとか毛穴ケアができるっていう洗顔になってます。で、使い方、まず一つ目がすぐに洗い流すパターン。最初は一緒なんですけど、こういう風に塗ります。泡立てるとかじゃなくて、こうやって塗るんですよ。楽しい。塗りますね。で、香りちょっとついていて、フローラル系の香りがしています。私は好きな匂いです。で、こうやって濡れたら、ここに水とかぬるま湯で少し緩くして、ちょっとこういう感じでマッサージしながら落とすっていうパターンと、このままの状態で1分くらい放置してパックした後に落とすっていう2つのパターンやることができます。パックの場合は週1回から2回ってちょっと今製品の裏に書いてありました。もう今回は洗い流しちゃいます。はい、洗い流しました。こんな感じです。すごいすっきり。この撮影までの間にも何回かね、使ってみたんですけど、洗い上がりはかなりさっぱりする感じがあります。で、ザラつきとかもね、結構ケアできるので、気になる部分だけとかに使うのもいいかなって思いました。あの全顔使えるやつなんですけど、ちょっとやっぱりなんか特別感があるというか、結構丁寧な作業じゃないですか。ちゃんとこう顔に広げて優しく落としてっていうのが、だからなんか肌と向き合いたい時だったりとか、丁寧なお手入れしたい時に選ぶのもいいかなと思いました。じゃあ次いきます。こちらエスプリークエッセンスグロープライマーです。こんな感じでややピンクがかっていて、血色感を出しつつ肌に透明感も与えてくれるツヤ肌仕上げの下地になってます。結構綺麗にトーンアップしてますよね。で、仕上がりも塗ってる時はしっとりしてるんですけど、広げた後比較的サラッとするので、長時間崩れにくいのもポイントです。ちょっと半分塗っていきます。で、香りは少しするんですけど、何の香りかなと思って今箱をね見てみたら、植物成分の自然な香りがありますが香料は配合しておりませんって書いてあるので、なんかあんまり人工感のないようなナチュラルな香りです。比較的弱めに思います。ここだけ塗ってあります。今めっちゃ綺麗。結構ツヤですよね。はい、半分だけ塗ってみました。結構わかりやすくね、トーンも上がってるかなと思います。近くで見てみると、これがビフォーの状態です。アフター、肉眼で見ても結構毛穴の感じも、まあ、一部やっぱり透ける部分はあるんですけど、綺麗に見えてたり、少し肌明るく見せてくれるので、こういう赤みとかもちょっと柔らかく見えています。で、伸びるは伸びるんですけど、どっちかというとその場に密着するような使用感なので、最後ちょっとこうポンポンってやった方が綺麗になじむかもです。はい、こちらも塗れました。結構なんか透明感が上がったような気がします。では次、これは気になってました。本当に全然買えなくて、皆さんも気になってる方多いと思います。こちらビセリシェレッドトリックアイコンシーラー、めっちゃ人気で本当に売ってないんですよ。なんでそんなに人気だったのかっていうと、クマが綺麗に隠れるっていうコンシーラーなんです。ちょっとね、変わってません？色がオレンジっていうか、もはやちょっと赤っぽい色とベージュの2色になってて、この赤色で先にクマを消して、その上からこれでなじませるっていう方法らしいです。どんな感じの色かというと、結構本当に赤みの強いオレンジに思います。こんな感じですね。クマ濃い方はめっちゃ良さそうですけどね。私クマそんなに濃い方じゃないんですけど、特にこっち側ちょっとここ影がね気になったり、まあ、こっちあんまないけどうっすらあります。そこにちょっとこういう感じで、あ、でも肌に寄せるとやっぱ結構こう色がしっかり出ますね。一瞬なんか大丈夫って思っちゃうけど、まあ、これが綺麗になる秘訣かな。少量で全然良さそうです。で、その上からベージュでなじませていくと、はい、こんな感じです。ちょっとビフォーで並べないと分かんないので、こっちも塗っちゃいます。はい、それでは塗れました。どうでしょうか。
なんか肉眼で見た感じは結構クマ薄くなってるなと思いました。で赤色もねすごい色だったけど、意外とやっぱりベージュ上から重ねた時にちゃんと消えてくれるので、変に赤が目立つこともなかったです。で私的にすごいと思ったのは、ポンって乗せて伸ばした時にすごいサラってなるコンシーラーなんですよ。全然こう重たい感じとかしっとり感が少ないのでベタつきにくいし、ちょっとこういう小鼻の油分が出やすい場所だったりとか、そんなにツヤっぽさのいらない場所に使うのもすごくいいなと思いました。まあ赤みとかはさっきの赤使うと目立っちゃうので、そういうところに使うならベージュの方だけがいいと思うんですけど、すごくこう軽い使用感のコンシーラーです。実はファンデもね塗ってないんですけど、目元のここも綺麗になると結構やっぱりそれなりに見えますよね。下地がね割と肌を綺麗に見せる効果高かったからっていうのもあるんですけど、私の場合何よりもクマよりもこの赤みがね気になるタイプなんで、それを隠そうと思って探してたら、これ知ってました？皆さん、ファシオのエアリーステイコンシーラー、なんかビセと近しい感じありませんか？しかもグリーンだから赤み隠しにいいかなと思って今回選んでみたんですよ。なんかビセすごい話題だけど、そんなにこれ隠れてません？今のところ。で同じ構成って思うと良さは多分引き継いでる部分あると思うんですよね。ちなみに色はこんな感じで、真緑ではなくってちょっと明るい感じの白っぽい黄緑とベージュです。ちょっとグリーン使っていきます。うん、この時点でもめちゃくちゃカバーされてます。だしなんかそんな浮いてる感じもないから、別にこのグリーンだけでもいいとは思うんですけど、ちょっと一応ベージュも、はい、こっちビフォーアフターです。でビセと同じく結構これもサラッとした感じの使用感なので、逆にベースメイクだったりとかは割としっとりさせておいた方が馴染みやすいなとは思いました。あとは小鼻の赤みってイエローもすごくいいんですけど、イエローの方が自然にカバーできて、グリーンの方が少し肌を明るくも見せてくれるので、よりなんかこの赤みカバーの効果で言うとグリーンは高く感じるかもです。実際はねどっちもすごいと思うんですけど、白っぽく見えることによってそのカバーされてる感が出るというか、離れて見た時も赤み気になるんだよねって言わなければ全くその小鼻の赤みが気になる人には見えなくないですか？すごいですね。そしたらこれもねすごく気になってたんですけど、ビセのニュアンスマットクリエイターです。こんな感じで、特徴的なのは暖色パレットでそこの仕切りがないっていうところです。全部つながってます。一応これには理由があって、もちろんその1色ずつ使ってもいいんだけど、混ぜて使うのも推奨されてるからこういう形状になっています。で私これ最初に見た時に、まあ、全部マットだしなんかどうなんだろうなと思ってて、で別の機械で使ってる方がいたのでちょっと試させてもらったら、色が本当にね絶妙だったのでちょっとこれは紹介したいなと思ってました。ざっとねパケだけ見ていくと、これが BE1 番センシュアルベージュ、ちょっと黄みが強そうですね、こことか。 RD2 番ハンサムレッドです。赤が特徴になってます。まあ、結構目を引くレッドが入っていたり、 BR3 のチェスナットブラウン、1と比べると少しこう落ち着いている印象に見えます。 PK4 番ダスティーピンク、ハンサムレッドと少し似てるかなと思いきや、ブラウンだったり他の色が結構違いますね。ちょっとくすみが強そうな感じがします。で GY5 クラシックグレー、あんまりこうサイドはなくてかなり落ち着いた印象のカラーです。でそうだ思い出しました、前使った時に驚いたのが粉質、めちゃくちゃふわふわの粉雪みたいな質感してるんですよ。なんか肌に溶け込みやすいそんな質感です。で混ぜて使う時はどうやらこういう感じ、 Z みたいな、一応ページには書いてあったのでそれで撮ってみました。ただ別に何か絶対そうしなきゃいけないってわけじゃないので、例えばちょっとブラウン強いかもって思う方はここで止めたりとかもねいいですよね。で1番が今手に出すとこんな感じです。これが全部混ぜ取った色で、これと近いけど少し柔らかくなってます。まあ、せっかくだから私はちょっと混ぜて塗ってみたいなと思っていきますね。とりあえずちょっと弱めに塗ったのですごい薄いので足していきます。割と最後に使うブラウンの印象がしっかり出るから、ちょっとそういう時はここだけ使ってみようかなとか、そういう工夫してもいいと思います。まあでもベージュなのでちょっと淡めに仕上げた方が良さが生きるかな。
で全体使った後にもう少しなんか濃くしたいなとかっていうんだったら、こういう風に部分的に取ったのをチップで広げてもいいと思うし、ほんとそこはお好きなようにやるのがいいと思います。私は今全体指でバーッと使った後にこの辺だけちょっと際に出してます。ブラウンってよりはやっぱりベージュで、でも明るい感じのベージュじゃなくて、ちょっとくすみと深みが混じったような秋冬ベージュっていう印象です。で、ちょっと黄みが強いかな。離れるとこんな感じで、やっぱり全然こっちの方がいい感じはするんですけど、濃さはないですよね。結構今までにない感じの絶妙っぽさはすごくあります。ちょっと順番前後するんですけど、こちらが BR3 番チェスナットブラウン、ベージュとブラウン系で比べたいので先に持ってきました。でもだいぶこっちの方が深みっぽいし、少しなんかカーキ感のあるブラウンが入ってます。比べても意外と印象の違う2つですよね。黄色とカーキっていう感じがする。で、出してみるとこんな感じです。でもなんか王道な印象を受けますかね。1番と比べると結構違うかもです。こっちの方がやっぱ全体的にちょっと暗い雰囲気というか深みがあるかなと思います。ちょっとではこちらも混ぜたバージョンでまず塗ります。はい、3番も塗れました。こんな感じです。ちょっとやっぱ1と似てるんですけど、1の方が軽い感じ、あっさりした感じがあって、3番の方が深みがあります。でも結構似てる感じに思いました。多分使った色の場所が、ま、この辺とかを多めに使ったり、ま、1番で言うとこの辺りとかをしっかり使ってたので、それでかなとは思うんですけど、まあでもこうやってみるとちょっとやっぱこっちの方が濃いめに見えますかね。こう混ぜてシャッて塗って、ちょっと濃いとこだけ足したりとかっていうステップでこれが完成すると思うと、手軽さかなりあるなと思います。メイク初心者さんでどこに何塗ったらいいかわからない方とかでも簡単に使えるのかなって思いました。はい、そしたら次 RD の2番ハンサムレッドです。手に出すとこんな感じです。赤がねやっぱ特徴ではあるんですけど、混ぜるとその赤もちょっとグレーさが入って、なんか素敵ですよね。でもこのグレーあんま強すぎると私の場合ちょっと浮きそうなので、こういう周りでほんの少しだけ入れるくらいでしてやってみようと思います。いきますね。はい、塗れました。私ちょっと今んとここの2番が一番好きかもしれないです。混ぜ取って塗った後に赤だけ単体で少ししっかりめに入れてます。あの赤色まぶたに使うとちゃんと馴染むので、すごい単体で使っても綺麗でした。離れるとこんな印象です。まあ、人によってはねグレーを強く足してもう少しかっこいい感じにしてもいいかなと思うんですけど、私はこのくらいのバランス、赤割としっかりめに使うのが良かったです。2すごい好きかもです。赤でこんなに使いやすいのもいいですね。そしてちょっと似てますけど、くすみ感とピンクが強くなった PK の4番を使っていきます。はい、ピンク可愛いですね。こんな感じです。レッドと似てると思ってたけど全然塗ってみると違いました。ちょっとローズっぽいというか色っぽい感じが出てますかね。ちょっとこれもこういう感じでいってみます。また2番とは違うような、少しパープルっぽさ、まあローズなんでしょうけど、なんかパープルっぽく見えますね、赤と比べた時には。はい、塗れました。可愛いですねこの色で、意外とやっぱ差が出ます。しっかり差が出ます。赤みブラウンっぽく見えて、こっちの方がピンクっぽく見えますね。ローズみのあるピンク、パープルよりのピンクっていうような印象です。あんまりでも思ってたよりくすみとか深みがそんなに強くなくって、明るくて華やかな感じになります。離れてもだいぶ違い結構分かりやすいんじゃないかな。あ、好みで言うとやっぱ私はこっちの2番なんですけど、ちょっとこっちの方がなんかカラーメイク感もあって明るくて可愛い感じがします。はい、それでは最後このグレー使っていきたいと思います。こんな感じでちょっとモノクロに見えるような、本当にサイドが低くて落ち着いているんですけど、意外とこことかは柔らかい印象になるのかな。ちょっと使ってみます。ではでは塗りますね。はい、できました。ブラウン要素のあるグレーとかじゃなくって、本当にもうグレーって感じのカラーです。で、薄めの方が私の場合はいいかなと思って、そんなに今回重ねずにすっきりめにしてみました。ちょっとね挑戦なカラーなんですけど、こういう風に淡めに塗ることによってこのグレーのクール感、スッキリ感はありつつも、濃すぎる印象だったりとか奇抜な感じには全然ならないです。いつもと少し違うような、なんかキリッとした感じの印象に持っていけたかなと思います。
割とプチプラでアイシャドウが出た時にグレーってそんなにこう選ばれる色じゃないというか、だからこそ好きなのにあんまりこう選べる幅がなかった方とかでも挑戦しやすいのかなと思いました。私はでもやっぱりこの2番が一番良かったので、ちょっとこっちに変えて次のアイテムに行きます。はい、そしたら次はこちら、コーセーコスメニエンスのカールキープマジックです。のこういうパッケージのやつなんですけど、これ使ったことありますかってコメントで結構聞いてもらってたんですけど、一回も使ったことがなくてずっと気になってたんですよ。ちょっとこの機に試そうかなと思ったんですけど、書いてある通りマスカラ下地トップコート、まあ、普通のマスカラとしても使えるよっていうものになってます。私が事前に知ってる情報としてはめっちゃカールキープ力が高いっていうことで、出してみるとこんな感じの透け感のある黒色をしていますね。で、繊維が入ってるんですけど、透明くらい全然その繊維感が目立たないものになってます。結構繊維入りのマスカラって黒い繊維がね入ってることが多いので珍しい感じがしますね。で、カールキープ高いんですけど、オフの際はリムーバーが必要なものになってて、そのリムーバーも同じくこのブランドから売られています。一緒に買うのもいいですよね。ブラシはちなみにこんな感じのコームタイプです。ビューラーだけしといたのでちょっと塗っていきます。あ、でも塗った瞬間からまつげ自体がちょっと濃い感じになるのはすぐ分かりました。めっちゃナチュラルなのかなと思いきや、ちゃんとまつげの強調はできるタイプのマスカラですね。これは結構すごくないですか？めちゃくちゃ上がってるし、めちゃくちゃ伸びた感じがします。こっちもビューラーはしてあるので塗ってないか塗ってるかの違いなんですけど、全然なんか目の幅が違く見えちゃうくらいしっかり割と盛れるタイプのマスカラですね。でもダマになるわけじゃないので、すごいまつげ自体も綺麗に見えます。え、結構すごくないですか？離れてても全然違うし、これは人気の理由がありますね。はい、こちらも同じようになりました。すごい目がめっちゃでかく見える。アイシャドウもすごい素敵だったけど、合わせてマスカラもやることによって一気にこう顔にちょっと力が出てきました。そしてリップずっと塗ってなかったんですけど、紹介したいのがあって、ビセのニュアンスマットルージュです。これ途中で紹介したこちらのアイシャドウと同時のタイミングで発売したリップです。私がよく見てるその YouTuber さんが推してたから気になってたんですよ。3色選びました。あ、ちょっと似てたかな、この3色好みで選んじゃったから。 OR240 PK840BR340、 こんな感じです。 OR240 PK840 BR340 です。質感もマットリップなのでツヤツヤはしないんですけど、しっとり感のあるマットで、すごい塗り心地も滑らかです。で、発色もちゃんとしてくれるけど程よく透け感があるので唇にも馴染みそうだなと思います。まず OR240 ちょっといきますね。これすごい質感いいです。なんか塗ってる時からマットリップではあるんですけど、しっとりしてて、しっとりしてるんだけどこう重たくしっとりって感じじゃなくて、軽やかなしっとり感あってすっごい使いやすいです。マットリップなのはわかるんだけど、そんなにマット感を感じない、乾燥とかもしにくいし、見ていただいてもわかる通り縦シワとかもかなり目立ちにくいです。色のことについて言い忘れてましたけど、オレンジだけどちょっと赤っぽくって深みがあって、まあいわゆる秋っぽいカラーですね。 PK840 いきます。はい、 PK840、 この色も可愛いですね。ピンクなんですけど、ちょっとね黄みが強い感じのピンク、コーラルピンク、サーモンピンクみたいな色してるので、私的にはすごい好きな色です。肌には馴染みつつ、ピンクの可愛らしい感じだったりとか、華やかな感じを出すことができます。じゃ、BR340、一気にちょっと深み系ですけど。なんか、マットリップなんだけど、ちょっとバームっぽいのかな？しっとりします、本当に。いい感じにしっとり。はい、ブラウン系塗ってみました。すごい大人っぽいですね。ブラウンの中でもレッドブラウン、オレンジブラウンじゃなくって、少しパープルっぽさのあるブラウンになってます。名前つけるならプラムブラウンとか、そういうのつけたくなるような、ちょっと大人っぽくて色っぽい感じのブラウンリップです。ただ濃すぎないので、いろんな方には似合わせやすいような気もします。
はい、リップは私は PK840 が一番ちょっと好みだったので塗り替えてみました。はい、ということで本日は Amazon で買える最近気になってたコスメレビューということで動画を撮っていきました。結構なんか当たりというかすごいなって思えるアイテムたくさんあったので、気になる方はぜひこのブラックフライデーの期間にチェックしていただけたら嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。